まだ大丈夫だ、まだ先だ。バイパスから入るときに使えたから。こうやって見ると亀山って結構広いね。亀山広いよ。まだここか。そうだよ。亀山って失礼な言い方に聞こえそうで怖いけど、はい、市街地はそんなに広くないじゃん。てかどこが市街地かいまいちちょっとピンとこやんところがあるじゃん。はい。駅前はね、特に商店街とかは奥まであのね通り挟んだ向こう側にあるから、うん、駅前にある商店街があるっていう感じでもないし、あのエコーの北側の東西の通り、王将とかがある、はい、あそこが市街地なのかな。でもあんまり地元の人以外通らんよね、あの辺はね、うん、旧国一沿いもあのだから全体的に店が点在しとるやん、うん、一応昔ながらの商店街っていうのは駅前から10分ぐらい歩くかな。そうね、うん、遠い。でバラバラバラーと店があるから本当にね掴みどころがない。まさにこの交差点の曲がった通り、うん、あたりにやっぱツタヤとか、そうだ、ね、あるから、うん、市街地なんかなって思うけど、よそ者からしたらやっぱエコーのあたりも市街地なんかなってね。まああそこの方の方がまだあれかな、微妙なんだよな。大阪町か、はい、本当にね、あの鈴鹿は分かりやすいやん、逆に、うん、独特やけど、はい、うん、市街地が、うん、主に3カ所に分散してますっていうパターン、うん、もうまあてか2カ所って2カ所とも言えるかな、2カ所とも言うね、うん、東西とあと城ごと、そうそう、はい、だから神戸平田ラインやろ、うんうん、神戸平田ラインのところと白子やな、はい、うん、で、じゃあね、何その点在しとって栄えてないのって言われたら、いや、言うてどこも結局栄えとるやん、うん、鈴鹿って、はい、中央通りが物寂しいかって言ったら全然物寂しくないやん、うんうん、で、白子の辺りが物寂しい、今ちょっとね、あのジャスコがなくなったから、うん、あれやけど、でも言うて結構ショッピングセンターも増えとるし、はい、飲食店が多いのはいいよな、やっぱ鈴鹿は。ああ、そうね。亀山は、うん、吉野家もマックも24時間じゃないっていうのがね、痛い。そうね。亀山ってそうだよな。なんかもう多分5年、10年前はマックも吉野家も24時間やってた記憶があるんだけど。吉野家やってた。やってたね。亀山はなんか、そういうところだよね。スキヤがないもんね。ないね。スキヤなんてそこら辺にあるイメージなのに、亀山には1店舗もないっていう。バス屋もないな。ナイス。あ、今大吉過ぎたか。あれ。カモンね。大吉過ぎた。曲がろ。さあ、ここから剣道巡りが始まります。始まりそうだね。もう目的地までは1キロ切ってるぐらいなんだけどね、うん、こういうのもさ前で撮ってるとさあのすっげえ厳しい人いるのよ、あ、うん、めんどくさい、あ、今のなんかでも多分、うん、細かく見る人が見たらいや2秒以上静止してないですよねとか言われるわけよ、はいはい、知ってるならやらないといけないからちょっとめんどくさいことになるんだけど、こういうのアプローチすると、うん、そっか、ここはこれわかんないなんかこれどこの道、うん、と言いながらやっぱ引き返さないんだよね、山梨さんはね。そう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 、一回ひどかったよね、こうやって引き返さんとずっと走っとったら気がついたら大阪におって、うん、そこからシアさんから電話がかかってきて、結局気がついたら出雲大社におったからな。どこだここ、何の道だ、大桑のサウス亀山店から北の方らへんかな、なんとなく、あ、もうちょっと行ったらあの小雲に行ってしまうぐらいの。そうだね。あ、そういやさ、全然話が変わるけどさ、はい、メーハーのドライブインなくなったらしいね。あ、そうなの？うん、
伊賀の。あ、伊賀の。うん。なんか伊賀のドライブインと水の駅がなんか2つ並んでるような感じで、どっちか分かんないけど、うんうん、手前か奥か分からんけど、なくなったか。あ、ね、あっちじゃなくて伊賀上野の方、はい、あのでかい方。へえ。だからもっと奥、もっと奥。つまり、方向的には大阪へ向かう道、うん、沿いじゃなくて名古屋に向かう沿いの道。そう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 。あ、あったね。うん、へえ、なくなったんや。あそこのでかいのがなくなっちゃった。へえ。あれはちょっと寂しいよね。うちの動画でも撮ってたことあるからね。うん、多分大丈夫。フライは好きだけど、うん、まあ鍋もいけんことはない。生牡蠣って書いてあるね。生牡蠣は食わず嫌いね。生牡蠣やっぱ当たると怖いからね。あんまり好きじゃないんだよね。生牡蠣も食ったことない。ないね。ない。使いやワードがいっぱい入るからここピーマルケになると思うけど。はい。はい。懐かしい名前が出てきたけど。はいはいはい、うん。に、勧められて牡蠣食ったことあるけど、あれはうまかった。ボイルしたやつだったけどね。ボイルしても全然身が縮まってね、北海道産ってなっちゃうけど、サルマコって言ってたな。あ、すごいね、うん、北海道産の牡蠣ってなかなか効かんよね。そう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 、よく広島ねとかは聞くけど、うん、でそれをまあうちのさ部署の方で出すってなったもんで、うんうん、味見しねえといけねえじゃん、うん、当時全く牡蠣食えやんかったから、うん、ええー、と思ってたけど仕事やからさ、あれは本当にめちゃくちゃ肉厚、うんうん、かけてどっちかというとミルキーな感じがあれだけど、ぎゅっと締まっとるから全然牡蠣感が逆に薄かった感じはするけどね、うん、もうかな、あれは逆にだから他の牡蠣はちょっと食いにくくなっちゃってる感がある。克服はできたんだけど、それでだから牡蠣フライとか食っても生臭さの方が勝っちゃうんだよね。あんまり牡蠣はいかないね。もともと貝類はあんま食べないからね。ホタテとか食べない？あったらまあ食うけど、ホタテはめっちゃ好きやね。わざわざ買って食わないんだわ、うん、ホタテのお寿司とか一番好きだからね。はいはいはい。ところで今これ明らかに東に向かってますけど大丈夫ですか？そうそう、一回東に戻ってだこれ本郷って知らねえ。亀山に本郷なんていう地名があったのか。いやもうこれね、今もうすでに亀山じゃない気がするんだよね。間違いなくこれ鈴鹿に向かってるってか、もう今鈴鹿だと思う。これもう鈴鹿かこれ。もうちょっと言ったらなんかサーキットに近い方面に出るんじゃないかと思うんだけども。そうね、だと思うよ。なんかこういう鈴鹿インターが近いじゃん。鈴鹿事業所、はい、何て名だ。丸岡駅北。まあでも大体想像つくよね、どの辺におるか、うん、これはね、ずっと走ってたらミニストップとか出てくるかな、鈴鹿の。あっちとはまた別か、うん、外したね、これは外したな。はい、外しましたね。おお、